皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。チャレコより1985年11月15日に、ファミコン用ソフトとして発売されたアクションゲーム。人気忍者アクション、忍者くん、真白の、棒、シリーズからのスピンオフ作品で、忍者くんの弟、ジャジャ丸くん、が、主人公となり、さらわれた桜姫を救うため冒険を、する。アイテムを3つ取るかプレイヤーの、残り数が4つになると忍法ガマパックンが、発動し、すべての敵キャラを金縛りにして、丸飲みにできる。ストーリー。ナマズタ夫に囚われた桜姫が、忍者くんに助けを求めるも、狩猟中で拒絶、代わりに弟のジャジャ丸くんが、救出に立ち上がった。ゲーム内容。操作は本作の2、月前に、発売された伝説の名作、スーパーマリオブラザーズ、に、放って、A ボタンでジャンプ、B ボタンで手裏剣となっており、手裏剣は何度でも打てる。打つ回数を8回以下に、抑えてステージクリアすれば、1万点ボーナスという要素もある。ステージは4階構造の、横スクロールで、色の違う天井は、アイスクライマー、同様ジャンプで、破壊して上に登れる。各ステージにはボスクラス妖怪1体が子クラス妖怪7体がおり、全滅させればステージクリア。敵を倒すとその場から、魂、が、現れ、画面上部にゆらゆらと揺れながら登っていく。取るとスコアが加算され、ステージクリア時に入手数に、応じてボーナス点が入る。ステージが進むと前の面の、ボスクラス妖怪が雑魚クラス妖怪の、扱いになり、新たな妖怪がボスクラス妖怪になる。工事元面では、忍者くん、にもあったオールキャストによる、総攻撃、もある。宿敵であるナマズタ夫との、対決はボーナスステージ扱いになっており、特定の条件下で桜姫が、投げる花びらを3つ集めると、次のステージの前にナマズタ夫と、戦うボーナスステージが挿入される。ここで敗北しても残機は減らない。花びらを3枚集めるごとに、何度でもボーナスステージに、行ける。ナマズタ夫を倒した場合、次のボーナスステージではナマズタ夫の、人数が増えていく。時間がなくなるとナマズタ夫が、爆弾を落とし始めたり、ゆっくりと追跡する炎も、出現する。登場アイテム。色違いの天井は破壊可能で様々なアイテムが隠されており、見つけるのも楽しみの一つである。透明薬、一定時間無敵になる。ただし敵への当たり判定もなくなる。トロッコ、一定時間無敵、移動スピードアップしたいあたりで敵を倒すことができる。赤玉、一定時間移動スピードがアップ、手裏剣の射程が伸びる。赤手裏剣、一定時間手裏剣の、射程が伸びる。小丸くん、いわゆる一流 B。小判、金、銀の2種類ありスコアが、アップする。爆弾、一定時間経過で、爆発する。消滅するまでに触れると、ミスになる。透明薬、トロッコ、赤玉、赤手裏剣、小丸くん、は、1ステージにつきどれか1個のみ出る。小丸くん、以外は効果こそないが、ストックされ3種類集める、あるいは残機が4になると、巨大化える、ガマパックン、に、乗りそのステージの敵キャラすべてを、食べ尽くせる。アイテムが出ている状態で、他の破壊可能な天井を、破壊すると、アイテムは消えてしまう。評価点。各ステージの最初に筆で、書かれたような、登場、空欄は敵の、名前、の文字が現れ、時代劇的な雰囲気を強めている。すべての敵を倒すだけというシンプルなルールながら、敵のバリエーションは多岐に、渡って飽きにくい。敵の動きは完全にランダムで、その都度敵の攻撃を、かわしつつ倒す駆け引きも面白味がある。隠しアイテムが非常に多く、探し甲斐がある。問題点。当時の作品の例に漏れず難易度は高め。特に後半の敵である一つ猫像の、貧乏、矢塗り壁の、核弾、は、弾に手裏剣を当てるだけでは倒せず、踏みつけなどで一旦気絶させてから手裏剣を当てる必要がある。アイテムの一つ、透明薬、は、敵との当たり判定を無効化する作用があるものの、踏みつけなども無効になるため、中盤以降は効果時間中の、敵撃破は高所からの落下による気絶を、待つことになるため敵を倒すのが、困難になる。
スクロールが若干カクカクしている。総評。シンプルでわかりやすいルールや、個性あふれる敵の数々、駆け引きのあるゲーム性など、ファミコン初期のよくできているアクションゲームと、言えるだろう。現在ではバーチャルコンソールなどの復刻版を、遊ぶ機会に恵まれているため、アクションゲームに自信のあるすべての、プレイヤーはぜひ挑戦してみて、いただきたい。移植。AC Windows、VS、忍者ジャジャ丸くん、本作の発売の翌年に、任天堂 VS システム基盤、アーケード版、にて、リリースされた。また2003年には Windows 用に、移植もされており、UU シリーズ、の、一作として発売されている。こちらはなぜか雪女のお雪が、サラ女、に、ピンボーが、100名、に差し替えられている。GBA、ジャジャ丸 JR、伝承機、ジャレコレもあり候。2004年5月26日ベストバリュー、廉価版。2005年7月14日、ジャレコ、本作と次作、ジャジャ丸の、大冒険、および、エクセリオン、シティコネクション、フォーメーション Z、の、移植に加え、新作、ジャジャ丸 JR、伝承機、を、収録。スイッチ PS4、忍者ジャジャ丸、コレクション。スイッチ版2019年12月12日 PS4 版2021年5月20日シティコネクション本作を含めた FC 版5作品の移植に加え新作を追加詳細は該当ページを参照スイッチファミリーコンピュータ任天堂スイッチオンライン2021年5月26日に収録ソフトの一つとして追加海外版でも日本国内版をそのまま収録してある余談厳密には、忍者くん、とは、別作品ながら、当時は、忍者くん、おじゃれ子が、移植担当していたことや、ジャジャ丸くんが、忍者くんの、弟、という設定であることもあり、忍者くん、の続編と、思う人が多かった。UPL には全く許可を、取らないまま発売されたおかげで、当時 UPL の社員だった藤沢弁は否定的な発言を、インタビューで述べている。UPL が倒産した際に、忍者くん、の判件を、一時的にジャレコが引き継いだためか、後にジャレコ独自の続編、スーパー忍者くん、が、リリースされるも、ジャジャ丸くんとの設定が、言及されない状態が、続いていた。後にジャレコも倒産し、忍者くん、当 UPL 作品の、権利はハムスターに、忍者ジャジャ丸くん、当ジャレコ作品の、権利はシティコネクションに、移行している。忍者くんの弟、という設定はスイッチ版、コレクション、の、新作、ジャジャ丸の妖怪大決戦、でも、言及されているので引き継がれて入るものの、すでに UPL 側の、忍者くん、と、ジャレコ側の、忍者ジャジャ丸くん、の、間で時代設定や世界見の、乖離が大きく生じているため、今後どのようにして設定を、すり合わせていくかが課題となっている。2021年4月1日に、滋賀県甲賀市が、忍者ジャジャ丸くん、の、版権を継承したシティコネクションと、連携、協力に関する協定を、締結し、ジャジャ丸くんは甲賀忍者の、出身という設定が改めて、明確に打ち出されることとなったが、これによって兄である、忍者くん、との、設定がさらに矛盾が生まれてしまう結果となっている。ゲーマーの意見、声優滝や、意見。きっと私の人生最初に、忍者、を知ったのはこのゲームからでしょう。ジャジャ丸くんを使って手裏剣を、投げて敵を倒し、時々カエルにも乗る。ファミコンで持っていたので、ちょっとうろ覚えなんですがジャジャ丸くんの、アクションとか、透明になるところとかが可愛い。でもやられた時はかわいそうな気もするんですがこれもまた可愛い。爆弾取ったら一発で死んでしまうのもまた思い出になりましたね。旧、忍者のレトロゲームとして、楽しめた方なので、良い、で。ランゲーム、意見。ファミコン買ってすぐくらいの、頃に結構やり込みました。敵の狩猟からさらわれた姫を、助け出すというの箱の頃の、定番設定なんで多少マンネリ感みたいなものが、ありますけどシンプルながら面白いと、言いながらもこの頃のアクションゲームってよく、
考えるとそんな感じ。のばっかりな気がしますね。汗、まあ、なかなか面白かったとは思うので、評価は良いでつけたいと思います。